はい、今回はスタイリスト私物というブランドの商品を紹介してみたいと思います。スタイリスト私物は山本浩一郎さんが手掛ける別注のような企画ブランドで、ご自身の行きつけのお店や贔屓にしているブランドに別注をかけているブランドです。正直自分も山本浩一郎さんという方を知らなかったんですけども、とにかく粋な人で物事の本質を見抜いてそれを形にする人という印象がございます。で、60歳ぐらいの重鎮のスタイリストの方で、坂本龍一教授やもっくんでおなじみの本木雅弘さんのスタイリングを手掛けていたようです。僕が感じたスタイリスト私物のイメージは、例えば行きつけのラーメン屋さんでつけ麺の麺でラーメンを食べたいというお願いをマスターにして、もちろんラーメンの麺はそれ用に作られてはいるんですけども、意外とそれが好評で裏メニューとして定着したような感じです。そんなブランドです。で、どのあたりが裏メニューっぽいのかというと、僕が面白いと感じたのはシャルベに半袖シャツをオーダーしたことです。それの何がすごいのかというと、シャルベといえばフランスにある世界で最も古いシャツのお店で、ネクタイも有名です。値段はだいたいシャツ1枚で4万円前後なので、かなり高い部類だと思います。僕の持っているシャルベのイメージは世界最古という部分で、威厳があってクラシックだけどフランスらしい花があるイメージがございます。それはイタリアのメーカーやイギリスのメーカーとニュアンスが異なって、お国柄の違いといえばそれまでなのですが、言葉で表現するのが難しいです。クラシックがゆえに、ヨーロッパでは基本的にシャツイコールジャケットの下に着る下着という意味合いが強く、1枚で歩くのはパンツ一丁で出歩くみたいなノリのようで、同時にマーロン・ブロンドの主演映画の暴れ者が公開される50年代ぐらいまでは T シャツも同じ認識で大っぴらに見せるべきではないものでした。シャツに関してはスーツのマナー的な本にも書かれている部分かと思います。ヨーロッパの洋服のカルチャーではシャツは下着という認識が当たり前で、さらに老舗のシャツ屋さんに半袖シャツをオーダーするのはなかなか冒険かと思います。おそらくテーマの一つに日本にふさわしい上質な半袖シャツを作りたかったというのはあったと思います。アロハシャツでもなく、ワークシャツでもなく、半袖のボタンダウンシャツでもない、ただ襟がシャルベっぽいのが絶妙でアンバランスな感じで面白いです。シャルベのような高級なシャツメーカーはシャツを直接肌に着る前提なので、生地はコットンで長長綿と言われる高級なものを使用します。長長綿ですとエジプト綿やシーアイランドコットンなどが有名です。生地はブロードが多いのですが、ボタンダウンシャツでおなじみなオックスフォード城を使用しているところと、左胸にポケットがつくところを考えると、気持ちアメトラっぽく仕上げたかったのかなと感じるので、日本の服飾文化と今を追求しているからこそ提案できる粋な一着だと思いました。こういうクラシックなシャツメーカーが半袖シャツを作るというのはギャップがあって面白いです。で、本題に入ります。今回紹介するのはスタイリスト私物とバブアとオーラリーがコラボレーションをしたアイテムです。ボーダーという形を元にカスタムがされていて、見た目の大きな特徴としてバブア特有のマチ付きのアウトポケットをなくしてハンドウォーマーポケットにしています。バブアといえばオイルドジャケットといえばそうなんですけども、このアウトポケットもバブアの代名詞的なディテールだと思うので、取ってしまうということはかなり冒険だと思います。それと同時に前立てのスナップボタンも前からは見えないように裏面に設置するような仕様となっております。これがどういうことかというと、ドレッシーかつ都会にふさわしいコートに仕上げたかったのかなと思います。基本的にアウトポケットやスナップボタンはカジュアルなディテールなので、ついてるだけでスポーティーな印象になります。それがバブアの良さでもあったと思います。で、チンストラップもついていて、締めるとこんな感じの雰囲気になります。袖口はビューフォートのようなベルクロの仕様になっております。前立てを開けると隠しポケットがついていて、この辺りは現行のものと同じディテールだと思います。通常ファスナーはゴールドのファスナーがつくのですが、こちらは艶消しのブラックのファスナーがつきます。裏地も特徴的で、バブア純正の裏地ではなくてオーラリーが手掛けたオリジナルの裏地を使用しております。こちらのアテンションタグにはライトウェイトのワックスを使用していると書かれております。バブアのタータンチェックはバーバリーのチェックと同じように
他のブランドは使用ができないです。それぐらい伝統的なタータンチェックなので、オーラリーが手掛けるということも、オーラリーといえばチェックのイメージが強いですし、今や日本を代表するブランドになったので、オーラリーがチェックを手掛けるということも何かしらの意味があったのかなと思います。で、こういうベンチレーションとかつくところもハンティングウェアらしくて好きです。クレストは現行の品物なので3つです。バックスタイルはこんな感じです。着丈は長いアイテムなんですけども、後ろ中心自体がないのと、脇にもベンツやスリットのような切り込みがないです。 A ラインのシルエットなので、歩いた時の運動量などはある程度確保はされてはいるんですけども、ベンツやスリットをつけない意図としては、裏地の裾にはハトメがついていて、おそらく水が生地に染み込んだ時に早く乾かすためにつけられたディテールだとは思うんですけども、裾の部分だけ生地が切り替えられているので、何かしらの兼ね合いはあるのかもしれないです。ショート丈のビデールですらベンツが入ります。ベンツは本来上バッグから根付いたディテールなので、ハンティングウェアという部分だと獲物を入れた後の水抜きとかそのあたりのが重要視されてつかなかったのかもしれないです。実際着てみるとこんな感じです。アウトポケットやスナップボタンがつかない分、ドレッシーな雰囲気で着用できるコートだと思います。お伝えした通りベンツとかもないので、それが相まってドレッシーさがより強調されているのかと思います。見た目はドレッシーさを追求しているのに、中は機能的なので、多分狙って作ってはいるとは思うんですけども、そのあたりのコントラストがまた面白いです。で、このコートを裏返しに着ることもできます。もちろん表地にはワックスがついているので、着用するインナーは細心の注意を払わないとはいけないんですけども、実際着るとこんな感じになります。雰囲気がどことなくスタジャンみたいだなと思いました。確実に近所の駅にいたら、どうしたどうしたってなるような感じだと思います。でも実際バブアを電車のような空間で着用する問題という部分ですと、電車の座席や人にも迷惑はかかることがないので、苦肉の策ではないですけど、ちょっとだけありかなと思った次第でございます。意外と裏側の作りもしっかりしているので、デザイナーズブランドっぽい着方もできますし、シンプルにも着れるので面白い洋服だと思いました。今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。